結構やるね。そうなんだよね、いつもアスカくんのシュート取られちゃうのよ。ねね、かっこよくない？誰が？あのキーパー。ああ、あの人大井町くんとか言ったっけ。メイリンは花くからアスカくんしか目に入ってないからね。ああ、私としたことがあんな美形を見逃してたなんて。始まったよ。マジ？もっち大マジや。本当応援するよ、シュウコのためなら、あたしたちね。はいはい。ソードの2。このカードの意味はね、友情っていうのよ、シンシア。無敵の友情、レインボー。大井町くんか。私としたことがどうして今までのチェックだったのかしら。せめて誕生日と血液型くらいは突き止めなくちゃね。あれ、いつの間に。ねえお姉さん。何？私ね、不思議なカードを持ってるのよ。不思議なカード？何でも願いが叶うカードなの。何でも願いが。そう、このカードを仲のいい友達に渡して呪文を唱えるの。あーって、どんな呪文？ね、あなたなんて大嫌いって。仲のいい友達にそんなこと言うの？変な呪文ね。でもすごく効くんだ、本当に願いが叶うよ。本当に？何が？品川よ。ああ、まあね。全然無理って感じだね。品川が無理っていうか、そういうことに全然興味ないんだよね。今は部活一直線だもんね。メイリンはいつでもアスカ君一直線だもんね。じゃあな。おう。チース。チース。あ、アスカくん。ハロー、メイリン。会いたかったよ。ハロー。なんだこれ。ナナオつって俺のペット。ベンチの近くで。血液型は何だったっけ。知らないな。もうそのくらい知っててよ。はあ、ターゲットと親密な関係に持ち込むには金色のキラキラ光るものを頭に2つつけるとよい。そっか。
おばさん、スープチャーハン大盛り。どうしてそんなに引くのよ。うちのお父さんの占いなんてあんまり当てにしない方がいいよ。ねえ、占いだったらドクターリンのホームページとかチェックした方がいいんじゃない？よく当たるよ。そっかー、それしょうだ。あれ、なんだ？ん？これお揃い？そう、入学したての時初めて3人で買った記念のマスコット。へえ、3人の友情の証みたいなもんなんだね。そうなの。私これ学校卒業してもずっと大事にするつもりだよ。私ももちろん。来てる来てる。ドクターリン様、今ちょっといいなって思う男の子がいるんですが、どうやったら彼と親しくなれますか？教えてください。カスカベシュウコ。我が風水を司るシェンロンよ、ハオユンダイラ、この乙女の願いを叶えよ。返事が来た。今月のあなたのラッキーカラーは白。白いものを身につけて彼に会いに行きましょう。白いエプロンなどグッド。手作り料理を作ってあげられれば最高です。ただし注意点が、赤との組み合わせは大凶です。赤は絶対避けましょうか。よーし、こんな時こそこのとっておきのお気に入りを奮発しちゃうぞ。あれ、遅い。サッカー部の朝練見に行くんだから。シュウコ、そのエプロン家からずっとつけてきたの？さあ、だってドクターリンに白いエプロンがラッキーアイテムって教えてもらったんだもん。だからってその格好で家から出てこなくても。いいからさ、朝練朝練行ってっからね。シュウコ、やる気満々だね。もうメーリン取ろう。本当にアスカくんしか目に入んないんだから。ま、もっとも私も大井町くんしか目に入んないけどね。ワンズの6、他人が成功することへの恐れ、嫉妬。ねえシンシア、このカードであの子の心を変えてみせるわ。見ててね。うまくいっている自分の友達が憎らしく思えてくるの、面白いでしょ。いいな、メイリンは。え？メイリンにアスカ君がいてさ。いるって言ってもさ、今一つ相手にされてないような気もするんだけどね。相手にされてないなんて何言ってんの。毎日一緒に学校来てるくせに。それはそうだけど、家が隣同士だし。贅沢言っちゃって。贅沢？もういい。あ、シュウコ？大井町くん！ああ、行っちゃった。もう。
何ぼーっとしてんだ、朝礼始まっちまうぞ。うん、なんかシューク怒らせちゃったみたい。怒られるようなことしたのか。それがよくわかんないの。どうしちゃったんだろう、シューク。そうよ、メイリンにはアスカ君がいて、ユエちゃんには品川っちがいて、私だけ一人なんだわ。私だって素敵な人と恋がしたい。大井町君が私の彼になってくれたらな。ねえ、怒らせたって何を怒らせたの。それが全然わかんないんだよね。お先。私ちょっとシューコの様子見てくるね。2人きりですね。え、ああそうね。小西さん、好きな色は何ですか。私も様子見てくる。大丈夫だって、白いエプロンつけてるんだもん。ドクターリンが教えてくれたんだもん。絶対大丈夫。カップの5、不完全な協力、友情の喪失。シューコ。あ、メイリンの風水アドバイスがかえってシューコの思いの邪魔をする。少ないね、シューコが泣くなんて。謝らなくちゃ。待って、待ってよ。待って、シューコ。シューコ、これ。そんなもの、いらない。いらないって。お姉さん。あなたこの前のあのカードを持ってるんでしょ。え、何でも願いが叶うのよ。思い人に自分の気持ちが伝えられるわ。呪文はね、あなたなんか大嫌い。シューコ怒らせちゃってさ。そりゃそうだよね、赤は絶対ダメなんてメール送っといて、その私が真っ赤なシミをつけちゃうなんて。あー、ドジバカマヌケ。ドクターリン失格よ。ケクルタウ。そうだね、どうやったらシューコと仲直りできるか占ってみよう。我が風水を司るシェンロンよ、ハオユンライラー、この乙女の願いを叶えよ。絶体絶命の危機。もしかしてシューコと仲直りできないっていうの。七色の花、それがあれば仲直りできるってこと。ん、メイリンへ渡したいものがあります。明日の朝7時に学校の裏庭で待ってるから来てください。シューコより。願いが叶う呪文は、あなたなんか大嫌い。
あの子は好きな男の子とうまくいくためにあのカードを使うわ。そしてあの白いカードを渡し、呪文を唱え、メイリンはカードの中に閉じ込められるの。もちろん本人はそうとは知らずにね。七色、七色か。七色の花なんてそんなの見つかんないよ。でも見つけなきゃ、どうしても。幸せの七色の花？あ、これだ！これでシュウコと仲直りできる。早く来ないかな、シュウコ。これ何これ、どういうつもり？え、あの私のせいでエプロン汚しちゃってごめんね。呪文はあなたなんか大嫌い。ん、何？いいから。メイリン。何？メイリン、あなたなんか大嫌い。シュウコ言うのよ。そしてメイリンはカードに取り込まれる。大わざとでも。入学式から遅刻とは何事だ。まったく先が思いやられる。すいません。お前たちもか。すいません。そう、私たちは3人とも入学式に遅刻したの。そしてその日から3人仲良くなった。もう遅刻はしませんようにって3人でお揃いで買ったの。亀にしようってゆえちゃんが言ったけど、やっぱりウサギの方が可愛いからって、私が強引に押し切ったんだ。チーズ、この前こいつのこと気にしてたみたいだったから連れてきた。俺のマブダチなんだ。本当に？
大井町ケイマです。ニョロピク。おい、得意のギャグやってあげれば。おう。マッコウクジラ。ずいぶん見た目と感じ違うね。ダメ、見た目と違うのなし。やっぱカッキンよね。ニシキヘビ。理想は高く持たなくっちゃ。この年で妥協してたら先がないもん。ま、シュウコにはたくましく生きてほしいよ。そうだね。呪文の話だよ。ハオユンライラって言うんだけど、意味は幸運を招くって言うんだよ。みんな分かったかな？無駄遣いを防ぎたいあなた、お財布に銀色の鈴をつけてね。お父さんが謝るまで絶対許しませんからね。こっちだってお母さんが謝るまで絶対許さんからね。ちょっと待ってよ、お父さんもお母さんも。ビーで、どうしよう、二人の気が乱れてるよ。次回、愛の特設リング、ハオユンライラ、この夫婦に幸あれ。